どうもこんにちは、おさじまです。今日は、ブッダ、お釈迦様の生涯について、この流れでお話しいたします。いやー、もう、仏教解かれたお釈迦様のご一生ってもう感動的なんですね。そのご一生を知るだけで、幸せとは何かというね、多くの学びを得ることができるんです。ちょっとね、お釈迦様といっても、雲の上の方のように思われるかもしれませんけども、もともとは人生に悩んだ一人の人間であり、そして最後、すべての人が幸せになれる道を教えられた方でありますので、とっても大切なんですね。 ぜひ今日も最後までお聞きください。お釈迦様は世界の三大聖人の一人に数えられる方であります。ブッダとも言われますね。韓国から来た友達にね、お釈迦様って言ったら誰それって言われたんですけども、ブッダだよって言ったら、ああ、ブッダか。とこのように答えてましたね。ブッダっていうのは目覚めた人という意味なんです。真理に目覚めた人ですね。日本ではブッダのことを仏、仏と言われております。 最初に少しお話し,しましたように、お釈迦様も最初は普通の人間でありました。神とかはね、もう初めから神なんですけども、仏の場合は人間が仏になるんです。お釈迦様は約2600年前の方で、インドを中心に活躍されましたが、大生になれた場所は厳密に言うと、今のネパールにあたります。ルンビニエンという花園で生まれられました。今もね、ルンビニエンの近くに釈迦さんという方がおられまして、この動画でね、その話をしたことも、 公開しております釈迦っていうのはもともと釈迦族のことなんですね。釈迦族の王子でありますので、釈迦と、まあ、このように言われるわけです。カピラ城に住まいする王様夫妻の子供として生まれられました。お父様はジョボンのお母様はマーヤー部人と言われました。4月8日、このルンビニ園という花園で生まれましたので、今日4月8日は花祭りといって祝われております。 お釈迦様がお生まれになられた時、天上天下唯我独尊と言われたと言われます。もちろんね、いくらお釈迦様と言いましても、生まれられてすぐ言葉を喋られたということはちょっと考え難いですけども、お釈迦様が生涯教えられたことは、この天上天下唯我独尊に収まるんですね。まあ、今日、独尊唯我独尊というのね、悪い意味で捉えてますが、本来はすごくいい意味です。一言で言うと、何のために生まれてきたのかということを教えられたわけなんですね。 でこのエピソードはまた別の動画ですでにお話していますので、概要欄、コメント欄のリンクからお聞きください。このように、王様のお子さんとして生まれられたんですが、生まれられてすぐに大変悲しい出来事が起きました。それは、お母様であるマーヤー部人が産後の日立ちが悪かったのか、お釈迦様を多めになられてわずか1週間、7日間で亡くなっておられるんですね。それで、お釈迦様の育ての親は、マーヤー部人の妹であるマカマヤー部員、 マカハジ派大部員とも言われますけども、この方が育ての親になったわけです。ちなみにこの方はですね、後に女性初の仏弟子となっておられる、そういう非常に仏縁深い方でありました。お釈迦様、幼名をシッダールタ大使と言いまして、まあ、ゴータマシッダールタと言われたりもしますね。若い時から大変才能を持っておられる方でありまして、武芸、学問ともですね、まあ、家庭教師がついたんですけども、 もうすぐにその家庭教師がもう教えることがなくなるほど武芸、まあ、今で言えばスポーツですね。そして学問、ともに優れておられたわけです。年頃になられて、国一番の女性と言われた安田姫と結婚されました。子宝にも恵まれ、四季の御殿もありまして、まあ、何もかも恵まれていたような方だったんですね。言ってみれば、お金、財産、地位、名声、そして結婚、子宝に恵まれ、才能も溢れていたと。 まあ一つでもあったらいいなというのもね、もう全部叶え備えとられたような、そんな方だったんです。言ってみれば、これらは第一の幸せと言われるものです。ところがね、お釈迦様、そういった幸せをたくさん持っておられたんですけども、心からの満足も安らぎもなかったんですね。何かやってるときは楽しいけども、その喜び幸せは続かない。まあ、言ってみれば、これ以上ね、幸せはないというものを手に入れても、 まだ幸せになれない自分の心に驚かれたんですね。でこれはお釈迦様が贅沢だからということではなくてですね、人間の欲望というのはもうキリがないんですね。一つ手に入れば二つ、二つに入れば三つと、どこまで行ってもキリがない。そしてこの後お話し,しますけども、実は大きな問題がその幸せの背後に隠れているんです。それで自分は一体何のために生まれてきたのだろう何のために生きているのだろうこれから何のために生きていくのだろう この一番大事なことがわからないということで、悶々とした生活を送っておられたんです。そして、今の生活の中には、私が本当に求めるべきものはないんだと。私が本当に求めるべきものは何なんだろうかと。このことを知りたいと思っておられたんです。そんなお釈迦様に、ある時大きな出来事が起きました。それが、指問必有と言われるお話です。これ非常に有名な話でありましてね、私も高校の授業で習って、 非常に印象深くこれに残りましたね。モン必有というのは、お釈迦様が住んでおられたカピラ城には、東西南北4つの門があったんですけども、その門から外に出られた時のお話なんですね。ある時お釈迦様は、1つ目の門、東の門から外に出られました。そうするとですね、もう予防予防になって、杖をつきながらね、やっとやっと歩いてる人を見たんです。知ったらた大して驚きましてね、あのものはどうしたんだ自分に仕えていた人に尋ねると、 大使様、あるいは老人であります。人間はいつまでも若くおれない、あのような姿になっていくのであります。そう聞いて大使はね、それ私もかと尋ねると、あ、こればかりば、と答えるしかなかったわけです。それを聞いて大使は大変ショックを受けましてね、白へと帰っていきました。大、ま、使、あ、は蝶葉花屋とね、育てられたので、そういった本当に年老いた人周りにいなかったんですね。 もう、ふらふらになったね、人がね、ああ、大使様、スープでございます、ああ、とかね、なったら大変でございますので、もう、つをついてね、しか歩けないような人は、そばに置いていなかったわけですね。この時、大使はいつまでも若くない。やがて、年を取らねばならないということを知ったのであります。で、またある時、今度は二つ目の門、南の門から外へ出ました。するとね、なんか、うーん、うんとこう、苦しそうな声が聞こえてくるんですね。でなんだろうと思ってね、見てみると、 もう油汗をね、流して、もう苦しそうなね、顔をした。そういう人を見たんですよ。で、あの者はどうしたんだと。尋ねると、あれは病人であります。人間はずっと健康で折れるわけじゃなくて、ああいう病にかかるということがあるのです。そう答えると、それは私もかと。こればかりは。とまた答えるしかなかった。大使は自分も病に苦しむということがあるんだと。健康というものも当てにはならないんだということを知って、 大変ショックを受けて、また城へと帰っていくわけです。また別の時に、第三の門であります、西の門から外へ出られました。するとですね、悲しげに粛々と泣いて歩く行列を見たんですね。今日でいう短歌のようなものに何かを乗せて、そこに布がかけられてる。いやあの行列は何なんだ尋ねると、あれは死人が出たんです。今から仮装しに行くところであります。こうそばにいた人が答えると、死、死とは何か 大使が尋ねる。で、これに関しては、そばにいた人もね、答えることができず、大使はね、その悲しみに暮れて歩いていく行列の後をついていったんですね。そうすると、ガンジス川のほとりにこうたどり着きまして、薪が組められましてねで、その上に布にくるまれた遺体が置かれるわけです。そして、火がつけられる。で、もうもうとね、黒い煙が立ち上りまして、やがてその布が燃えていくんですね。 でそこから遺体が垣間見えて、肉が焼かれ、骨になっていく。その姿を大使はまざまざと見たわけです。で、これが死かと。私も最後死んでいかねばならないのか。そう知らされると、大使は今まで一番大きなショックを受けたわけであります。人は老い。病にかかり。やがて死んでいかねばならない。今得てるお金、財産、地位、名声。そういったものが、この死を前にして、 何の役に立つというのだろうか。ますます本当の幸せを求める気持ちが強くなられたんですね。そしてある日、第四の門であります、北の門から外に出ますと。老いと病と死を超えた悟りを求める修行者に出会ったんですね。もちろん仏教を説かれたのはね、お釈迦様ですから、仏教はなかったんですけども、当時インドは非常に思想的にも高度でありまして、俗世の幸せなく、悟りを求めて修行する人たちがたくさんいたんですね。 でその修行者を見て、ああ、私が求めるべき道は、老いと病と死を越えた本当の幸せを求める、あの道だと。いずれ私もこの城を出て、出家したい。このように思ったわけであります。そんな経験をしてから、なおのことですね、四季の御殿で、どんちゃん作業しても、心から楽しめなかったわけですね。そんな宴があった夜に、ふと大使が目を覚ましますと、日中は艶やかでね、美しかった女性たちが、 そのあたりに飲みつぶれて、こう、寝てるんですね。で、その中にやっぱりね、この映像が悪い人とかね、ちょっとゆだれ垂らしてる人とかね、意味聞かれてる人とか、寝言い言ってる人とか、まあ、あるわけですよ。で、それを見て、もう、これが本当だと。美しく聞き語ってるけどね。あれはまやかしだと。改めて迷いの夢から冷めた心地になりまして。今日こそね、出家しようと。城を出ようと。いうことで、シッダート大使は29歳で出場入選。城を出て山に入られ。 修行を開始されるのであります。これは英語でね、Great Escape とこう言われるそうでありまして、一時は家族やね、国を捨てるような形になるけども、自分自身だけなく、家族みんなが、国中のみんなが本当の幸せになれる道を見つけ、それを伝えようという願いだったんですね。老いと病と死によって、失われる幸せばかりを求めているのは自分だけじゃない。みんなそうじゃないか。そして欲望にはキリがないじゃないか。 もちろんそういうお金、地位、名声、そういったものが一切ダメとは言わない。良くないものとは言わない。だけども、どこまで行ってもキリがないし、老いと山へと死の前には色あせてしまうものばかり。血が来ても人間前でよかった。という幸せを私は知りたい。そしてそういう幸せにみんななってもらいたい。そういう思いで城を出られたんです。これはなかなかできることじゃないですね。初めから何もないならね、家出て修行と。 いうことあってでも、もう何もかも恵まれてるんですから。そこにいればね、少なくとも悠々自適の生活を送ることができるわけですよ。送ってるわけですよ。しかしそれは一時的なものだ。本当の幸せじゃない。そう知られて、知ろう人られた。まあ、大変な決意だったわけなんですね。そしてまたそういう方がお釈迦様、仏の悟りを開かれたわけでありますから、お金や地位名性では本当の幸せになれないということが、 説得力がまた大きいわけですよ。その一回も得たことない人がね、そりゃ幸せになれないよって言ってもなんかひがみがね、何かにこう聞こえるかもしれませんけども。実際にそれを手にしてた方が、それは確かに幸せではあるけども、本当の幸せではないんだと言われるから、説得力が増すわけなんですね。そして、苦行林といってね、そういう修行する場所に行かれましたお釈迦様は、煩悩を絶って得られる幸せを求められたわけなんです。 煩悩というのは私たちを煩わせ、悩ませ、苦しませるものですけども。例えば、欲しい欲しいの欲の頃。まあ、先ほどもちょっと話しました。お金や財をね、得れば得るほどもっと欲しいという気持ちが強くなる。そしてまたこれ執着する頃なんですね。まあ、捉えたくない。負けたくない。これ俺のもんだ。余裕があるときはまあ、どうぞどうぞとね、譲ったり渡したりできるけども、余裕がなくなるとこれ渡せない。どけドケ、ね。自己中心になってしまう。 そういう心が欲の頃ですねで。その欲が妨げられますと、自分の思い通りにならないと、カーンと腹が立つ。怒りの頃ですね。まあ、怒鳴り散らす、喧嘩するまでいかなくても、イライラしたり、カリカリしてね、チーッとかね、いう心が出てくる。これみんな怒りの頃ですね。心穏やかでないで。露骨に怒れない相手に対しては、恨んだり、憎んだりね。また、マサルを妬むといって、 自分より優れている人を見ると、妬ましく思う。そういう浅ましい、醜い心ありますけども。これを仏教で愚痴の心と言います。ですから、物がないから幸せなんでない。パルを知る。心がね、落ち着いていれば幸せになれるんだと。まあ、煩悩を断つまでいかなくてもね、煩悩をコントロールしようとか、煩悩を落ち着けようと。まあ、こういう考え、今多いですよねで。大使は真剣に煩悩を断とうと取り組んだんです。で一方、城ではね、もう突然大使がいなくなったわけですから、大使はどこだーね。 えー、探しに行けということで、えー、お父さん、上部の,の命令のもとね、5人の人たちが大使を探しに行くわけなんです。まあそうするとね、苦行林でもガリガリに痩せて修行している大使を見かけたわけですね。で使いの人たちはね、いやもうお金がなくて苦しいからね、修行するとか、病気を何とかしたくて修行するとか、身近な人が亡くなってね、家をはかなんで修行するとか、まあ、こういう人はありますけども、大使様は全て揃っておられるではありませんか。 どうして自らそんなね、苦しい道を歩まれるんですかみんなね、心配しております。どうぞお帰りください。こう伝えると、大使はね、このように言ったと言われます。お前たちにはわからないのかあの激しい無常の嵐がまだわからないのかものは皆常住しないのだ。いずれの日以下衰え、いずれの日以下滅ぶのだ。快楽の陰にも無常の響きがこもっている。美女の騒ずる喧嘩は、欲をもって人を惑わすのみだ。 3階は悩みのみ、竹木きのごとく、浮かべる雲のごとく、幻や水泡のごとし、若きを愛すれど、やがて老いと病としてのために壊れ去るのだ、まあ、このように言ったと言われますね。それで、その使いの人たちは、とても説得は無理だと、しかしね、せめて身の回りの世話をさせてもらいたいということで、ひじだるた体操とともに修行をするようになったんですね。 で当時はね、そういう修行僧っていうのはたくさんいたんですけども、そう中でも大使のね、修行というのはもう大変過酷なものでありまして、未だかつてこれだけの修行した人は誰もないと言われるほども大変な修行されてますね。しかしそういう修行をなされても、全く悟りは開けなかったのであります。そして、煩悩はとても立てるものではないということが、骨の髄から思い知らされたんですね。 それで修行の道は諦められまして。まずね、このニレゼンガーで赤にまみれたね、その汚れを落として、修行とは違う形で本当の幸せの道を求めようと。まあ、このように思われたんです。それで修行僧には禁止されてました、目浴をされるんですね。ところがもうあまりにも体力が失われておりまして、ニレゼンガーで赤押しとたまでは分かったんですけども、そこからもう生え上がる力がなかったんですね。でそこに、 スジャータという女性が通りかかりまして、スジャータは持っていた父がをね、大使に伏せをしまして、その父がで体力を少しね、回復されて、ミレゼンカーから出ることができたわけです。ちなみにこのスジャータってね、食品会社の会社名になってますけども、実際このスジャータさんから付けられたそうですね。で、今いる私のね、知っている釈迦さんという方の娘さんのお名前もスジャータという名前なんですけども、まあこのようにして大使は、 煩悩を満たすでもない。煩悩をなくすでもない。第三の道を求めて、ニレゼン側から上がられたんです。で、その時、大使のそばに仕えていた人たちはね、まあ、それなりに一生懸命修行してたんですから、修行僧は、沐浴しちゃいけない。まあ、しては女性からなんかね、もらっちゃいけないと。こういう戒めがあった。それをもう破ったわけですからね。もう戒律破った。ということで、もう大使は堕落した。あんな奴とはもうね、絶好だと。 とちなみにですね、アメリカの女性に仏法なしする機会があったんですけども、まあ、その時に、仏教というと何か修行のイメージありませんかこのように尋ねると、いえいえ、お釈迦さんはもう途中で修行で本当に幸せになれないということで、念しな人られるじゃないですか。それをね、なんで未だにこう修行してるのか私に分かりませんって、ね、言ってましたけど、いや、本当その通りだなと、よくご存じですねと思いましたけどね。まあ、ともかく、大使は未来年から出て、 お大事の下に座られて、新たな形で悟りの道を求められたわけです。そして35歳の純2月8日、仏の悟りを開かれた。成仏なされたんですね。今季、成仏というとなんかもうダメになったとか死んじゃったっていう意味で使われがちですけども、それはもう大変な間違いでありまして、もう成仏したって言ったらもう大変すごいことですよ。もう仏になった。仏の悟りを開いたってことなんです。ダメになったところじゃない まあそもそも亡くなった人をね、仏とか仏さんとか言いますけど、これ仏間違いも甚ははだらしいんです。この仏というのは悟りの名前なんですね。まあ一口に悟りと言いましてもね、悟りの52と言いまして、52段の悟りがあるんです。その52段目、最高の悟りを仏の悟り、仏閣というんですね。これ以上上の悟りがありませんから、無常閣と言われます。この悟りというのは山登りで説明されることがあるんですけども、 山登りね、1号目よ2号目、2号目よ3号目と上がっていくほどに景色が広がってきますよね。見える景色が増えていく。同じように悟りを開いていきますと、1段目より2段目、2段目より3段目の方が心の景色が増えていきます。そして山の頂上に登りますと、もう360度ね周りが見えたらせるように、仏の悟りを開きますと、大宇宙の真理を体得できるんですねで。その仏の悟りを開かれた方は、この地球上ではお釈迦様しかおられませんから、 釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしと言われるわけですで。35歳で仏の悟りを開かれて、80歳でお亡くなりになられるまでの45年間、お釈迦様が仏として説かれた教えを仏の教え、仏教と言われるわけであります。45年間説かれた教えを書き残したのが、お経経典と言われるものなんですね。まあ、葬式や法事でこう読まれる、お経を読まれることありますけども、何かの呪文のようにね、感じている人はあるかもしれませんが、 あれはすべてお釈迦様の説法録なんですね。今日で言うと、講義録にあたります。ですから、生きている人にね、お釈迦様は仏法を説かれたわけですから、お経には、生きた人に対して、生きた教えが説かれているということなんです。でそのお経の数はね、実に7000冊以上もありますので、お釈迦様はいろんなことを教えたんだろう。様々なことを説かれたんだろうと、こう思われると思いますが、実はね、お釈迦様が説かれたことはたった一つなんですね。でそれは何なのか。それも別の動画でお話してますので、 概要欄やコメント欄のリンクからお聞きください。まあ、簡単にね、お話しますと、お釈迦様教えというのは、煩悩を満たす幸せでもない、煩悩をなくす幸せでもない、煩悩あるままの幸せ、煩悩即母体という第三の幸せを明らかにされたのがお釈迦様であるということであります。今日のお釈迦様教えに感動する人はたくさん多く。例えばね、iPhone などで有名なスティーブ・ジョブズも、仏教に大変深い関心を持っておりまして、 結婚式はね、物式で行ってますね。またね、Facebook、最近はメタというね、会社名が変わりましたけども、その創業者であり、責任者のね、マーク・ザッカーバーグも、仏教は素晴らしい宗教であり、哲学でもあります。私は徐々に学んでいるところです。もっと深くできるように学び続けていきたい。このように言ってますし、相対性理論で有名なアインシュタインは、現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、それは仏教です。こう語る。 ノーベル文学賞を取ったバートランド・ラッセルは、今日の宗教では仏教がベストだ。その教えは人縁でおおよそ合理的である。こう褒めたたえ。心理学者のユングは、仏教はこれまで世界の見た最も完璧な宗教であると確信する。こう語り。哲学者ニーチェは、仏教は歴史的に見て、ただ一つのきちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう。このようにあらゆるジャンルの人たちが仏教に感動し、褒めた,たえて、 いるんですね。しかし、あまりにもね、膨大で、深くって、どこから学んでいいかわからないという方がほとんどだと思います。私もそうでした。それでこのチャンネルではね、これから仏教を学びたいという人から、もうすでにたくさん仏教を学んでいるという人に至るまでね、両方の方に満足できるような、そういうチャンネルにしていきますので、ぜひ続けてお聞きください。今メルマガ登録されますと、人生を変える大差の幸せというね、アマゾンでも購入できますが、 その本の本第一章を無料でお届けしますまたそれを物語にしたフライザインという小説も好評いただいてますけども、その第一章も無料でプレゼントいたします。こちらの QR コードか、下の概要欄、コメント欄からご確認ください。今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら、高評価ボタン、またコメントをお待ちしています。今日の関連動画はこちらです。この丸いとこを押しておくとチャンネル登録できます。私のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。 それではまた。